ラー親父チャンネル。こんにちは、モデラー親父モデオです。本日もグランドハウラーの制作を続けていきたいと思います。今回は主にこのトレーラージョイントという部分と FMC を組み立てていきたいと思います。まずはこのフック状の樹脂パーツにピロボールをねじ込んでいきます。反対側はこのねバネとネジを留めていきます。ジョイントナットって呼ばれる部品ですね、これ入れます。そしてこの樹脂パーツにジョイントプレートを入れます。そして今作ったパーツをここに乗せて、でサラビスです。でフランジナット、先ほど作ったフックを乗せます。このバネをね、ここに留めます。動きもね、大丈夫ですね。この樹脂パーツにこのね、カプラースイッチっていうのをね、つけます。これはね、あまり見たことないタイトナットっていうナットになります。リンクピン、ここにこのバネを通します。これね、方向に気をつけてジョイントプレート、で反対側からイーリングで留めます。そしてこちらの樹脂パーツにつけていくと、そしてこれをつけます。これが引っ張られることでこのロックがね、解除されるわけですね。続いてメカデッキを組み立てていきます。おそらくこの金属の部品はボディがね、止められる部分になるんだと思います。シートをつける座席の台があるんですけども、まあ、FMC を取り付ける場合はこれ取り付け不要のようです。そしてバッテリーホルダーにこのね、固定する六角マウントをつけます。そしてここも横には金属のステーをつけます。そして FMC を取り付ける場合はここにね、合計6個穴をね、開けなきゃいけないです。途中まではね、こう穴が開いてるんですけども、完全にはこう貫通してないような穴なんですよね。まあそこを、ちょっと下ドリルで穴を開けました。そんなに強度が落ちるわけじゃないんで、最初から穴開けといてくれてもいいかなと思うんですけどね。そしてこれね、今回一番困っちゃったのが、
ここにこの振動ユニットがあるわけなんですけど、一切この説明書にですね、組み立て方書いてないんですよね。 FMC の説明書を見てくださいとは書いてるんですけど、他にある説明書といえばこのフルオペレーションキット、この説明書ぐらいなんですよね。で、全くそこの組み立てっていうのはね、書いてないんですね。で、同様に次のページ、このね、スピーカーユニット、これの組み立て方も書いてないんですよね。まあ、なんとなく想像で組み立てられなくもないんですけど、まあ、入ってるパーツとしてはね、こういう状態で入ってきてるわけで、まあ、あとはこのね、スピーカーボックスをどんなビスでどう止めるかっていうのはね、一切書いてないわけです。それでインターネットは最近便利なので、 FMC の説明書っていうのを検索して、その部分だけね、こう見て、どういった形でビスをね、止めるんだなっていうのをダウンロードしてプリントアウトをね、しました。まあ、これを見れば、まあ、組み立てはね、問題ないかなと思うんですけど、タミヤさんにしてはちょっと気が利かない説明書になってますね。というわけで、ここは別な説明書を見て組み立てます。まずはこれ、モーターを固定しちゃいましょうか。これ振動ユニットなんでね、ネジ止め剤つけといた方がいいかなと思います。グランドハウラーを同じように組み立てたことがある方でね、この辺の組み立て説明書入ってたよとか情報があったら、ぜひ教えていただければと思います。そしてこれね、カウンターウェイトっていうパーツなんですが、ここは芋ネジで止めるみたいです。この段階で当たる部分がないかは確認しておいた方がいいかなと思います。他の部分にぶつからないように保護ケースをね、つけます。だいたいネジ穴があればネジをつけるんだろうなとは思うんですけど、どんなビスでね、止めたらいいかっていうのはやっぱり説明書を見ないと分かりませんからね。これでね、振動ユニットは完成です。まあ、他の RC でも振動ユニットをね、使ってるタイプ、まあ、そういったマニュアルをタミヤのホームページで見つけて作ってもいいかなと思います。スピーカーはこのね、ネットを貼りつつ組み立てます。止めるビスはね、あらかじめこのワッシャーが入ったようなビスで止めてきます。特にここね、スピーカーなんで、ビビリ音が出ないようにしっかり締めとく方がいいかなと思います。で、おそらくこの穴からケーブルをね、出しておくといいんでしょうね。ネットにシワがね、寄っちゃいましたね。これは失敗だと思います。ちょっともう少し気をつけながらビス止めすればよかったですね。そして裏から4箇所タッピングビスで止めます。それではこのね、組み立てました振動ユニットをこのメカデッキにね、乗せていきます。そして固定方法としましては、このね、裏にタッピングビスを入れて、そして表面はこの樹脂をつけてネジ止めします。で、バッテリーが脱落しないようにこのね、ステーがありますんで、これをつけます。で、大きさの違うワッシャーを上下にね、入れていきます。で、銀色の小さい方を下ですね。そして上に黒い大きなワッシャーを乗せます。
白いステーを入れつつこの上に乗せますと、段付きのタッピングビスで留めます。でこちら側はこのね非常に長いタッピングビスを入れて留めます。これでメカデッキビ組み立てがね終わりました。これまでに作ったパーツを車体に乗せていきます。まずはこのねトレーラージョイント、これをこの後ろへつけます。ちょっと配線の処理とかはね、もう少し組み上がってからどこを通すかは決めたいと思ってます。これ前方のメカデッキを乗せていきます。これもね配線に注意したいですね。どこを通しておこうかな。後ろ側にメカデッキ B、 これを取り付けます。まあ、ちょうどメカデッキ A と B の間に隙間があるんでそこからケーブル出しておくと良いかもしれませんね。こういうラチェットタイプのドライバーも便利なんですけども、こういう作業もあるんでこのね柄の長いドライバーっていうのもあった方が非常にね便利だと思います。こちらはケーブル下に通しておきましょう。 FMC を取り付ける場合はここにちょっとこの出っ張りがあるんですけども、それがあるとしっかりと両面テープで固定ができないので、このね出っ張りは削り取るように書いてますね。ここのね出っ張りはニッパーで切り取りました。スピーカーはこのね両面テープ、これでつけていきます。 FMC はねこの銀色のところに同じく両面テープで取り付けます。 FMC の裏にはこういったこう説明が書いてあるんで、念のためスマホでね一枚写真撮っておきました。受信機についてはここに同じく両面テープで取り付けます。軽く配線の方をつないでおきました。これでおおよそ車体の方はねできたかなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。引き続きボディの製作もしていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。